はいどうも、森です。今回は湘南ベルマーレ2022シーズン開幕予想スタメンを発表していきたいと思います。このチャンネルでは普段湘南ベルマーレを中心とした動画配信をしております。他にも他の J リーグクラブの情報配信もしていきたいと思っております。チャンネル登録者数2000人に向けて動画配信をしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ということで、まずは湘南ベルマーレの公式からこのような企画が入ってきました。開幕スタメンは誰だ、2022開幕スタメンを的中させてスタメン全選手のサインを手に入れようという企画ですね。スタメンを的中させた方の中から抽選で11名様にスタメン全選手のサインが入った色紙がプレゼントされるようです。このような企画があったので開幕戦のスタメン予想をやっていきたいと思います。その前にですね、この動画を撮影した日に湘南ベルマーレの2022シーズンのユニフォームが届きました。今着ているものが2022シーズンの湘南ベルマーレの新ユニフォームとなりますが、毎回ペナルティ製のユニフォームは非常にデザインもかっこいいものが多いですね。ちなみに今シーズンの背番号は28番、平岡太陽選手にしました。昨シーズンはルヴァンカップ、天皇杯、J リーグでそれぞれ得点を奪っただけに、今シーズンの活躍も大いに期待をしております。それでは本題に戻りますが、まず今シーズンの予想フォーメーションですが、こちら昨シーズン同様の 3-5-2 でスタートすると予想しています。この予想では新体制発表の時に山口監督から昨年の良かった部分は活かしていくし、形にはこだわっていないというようなお話が上がっておりました。また長木選手がスポルティーバで初めてやる中盤の形というお話もしていましたので、おそらく長木選手が慣れている2ボランチの形ではなく中盤3枚の形で継続してやっていくのではないでしょうか。さあそれでは開幕戦の予想メンバーを発表したいと思います。 J リーグ開幕戦の予想メンバーはご覧の通りになっております。ゴールキーパー谷選手、3センターバック、左から杉岡選手、大岩選手、タチ選手、左ウィングバックに畑選手、右ウィングバックに岡本選手、アンカーに長木選手、インサイドハーフに田中選手、平岡選手、そしてツートップに瀬川選手、タリク選手という布陣で予想してみました。正直入れたい選手が多すぎてスタメンを組むのが難しいなと感じてしまいました。特に中盤3枚の組み合わせ、そして2トップの組み合わせっていうのはね、非常に悩みました。まずはゴールキーパーは谷選手でしょう。3センターバックでは今シーズンキャプテンの大岩選手はシーズン通して3センターバックの中央で起用されると思います。右のセンターバックには舘選手を入れるか石原選手を入れるかで迷いましたが、昨シーズン終盤で調子が良かったタッチ選手を開幕からスタメン起用で考えています。そして左のセンターバックでは怪我が治っていたらやはり杉岡選手が第一候補で起用されるのではないでしょうか。今シーズンは攻撃的な杉岡選手を見てみたいですね。さあそして両ウィングバックに関しては基本的には岡本選手と畑選手がスタメンになるのではないでしょうか。高橋選手や小林選手が再びスタメンを奪ってくるとまた面白くなりそうですね。そしてウィングバックの部分では今シーズン畑選手のカットインからのシュートっていうところにね、期待をしたいと思います。やはりね、2シーズン縦への素晴らしいスピードを見せてきましたが、そこをね警戒されることも増えてくると思いますし、カットインしてシュートという部分が出てくれば杉岡選手が後ろから上がってきて攻撃参加も増えると思いますし、そこからのね、速いクロスでの得点っていうのも増えてくるんではないでしょうか。ここのね、左サイドの連携も非常に注目したいポイントの一つですね。さあ、そして中盤です。まずは長木選手をスタメン起用、そしてアンカーでの起用を考えました。しっかり中盤で刈り取ることができるのと、パス精度が非常に良いので、アンカーの位置からしっかり組み立ててほしいですね。そして田中選手をインサイドハーフで起用しました。彼は正直どこのポジションでもうまくこなせてしまう部分はありますし、アンカーに長木選手が入れば一つ前のポジションで良さを発揮できる選手だと思っています。またその逆で田中選手がアンカーの位置に入り、長木選手がインサイドハーフで起用するのも面白いかもしれませんね。
もう1名のインサイドハーフには平岡選手を起用しました。ここは山田選手、バラダ選手とも迷いましたが、個人的にね、今シーズンのユニフォーム平岡選手にしているというところもありますので、活躍を期待したい選手をスタメン起用としております。さあ、そして2トップです。まずは瀬川選手、新戦力の瀬川選手は開幕から古巣相手ということでスタメンでの起用を考えています。やはりここは得点力を期待してのスタメン起用ですね。そして相方の位置にはタリク選手を起用しました。まずは自分たちのペースを作るためにもしっかりプレスを前線からかけてボールを握る展開を作りたい部分もありますし、柏レイソルが相手だと最後尾から前線の強力な外国籍選手へ当ててくることも多いので、そこを自由にやらせないためにも前線からしっかりハイプレスをかけられる選手をスタメンで入れておきたいところですね。ということでスタメンの11名はご覧の通りになりました。また右側にベンチメンバーの予想も記載をしておりますが、新加入の米本選手は試合を締める部分で交代カードとして起用を予想しております。正直山田選手やバラダ選手、町野選手などメンバーに入れたい選手が多く、改めて戦力が充実しているなという印象を受けましたね。またこの予想を大きく裏切るようなね、ルーキー選手のスタメン起用やメンバー入りも期待したいところです。ついに J リーグ開幕まで1週間ということで、この1週間ワクワクしながら J リーグ開幕を待ちましょう。ということで湘南ベルマーレ2022シーズン開幕予想スタメンを発表していきました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。